院内町の石橋、本校では、大分県宇佐市院内町にある石橋について、説明する。大分県宇佐市院内町、旧宇佐国院内町には、町内を南北に流れる駅立川水系の枝川と、その支流に合計74基、75基とする資料も、あるの石橋が掛けられており、うち、60基ほどが、石像アーチ橋とされる、日本一の石橋の町と呼ばれることもある。 院内町に石橋が多いのは、急峻な谷に集落が点在している上、川の流れが急なため目標では、大雨などで流出してしまうからであると言われる。また、良質な石が産出されること、及び、傾斜地に段々畑を造成し、灌漑を行うための石垣や水路を築く、石膏技術が発達していたことも、多数の石橋の建設を可能とした要因であると、されている。 優れた技術をもって多数の石橋を施行した石膏としては松田晋之助などが知られている。さらに川の両岸が浸食で形成された渓谷の岩盤で石橋を支える体力を有しており、加工が容易な業界岸が豊富であるという地形上の利点もあった。院内町の石橋の歴史は比較的新しく江戸時代末期から昭和初期にかけて作られたものである。 国道387号沿いにある道の駅、院内には、石橋のパンフレットが備え付けられている。両愛川橋は、駅立川水系滝沢川に架かる、小規模な石像単アー地橋である。1998年、平成10年1月16日に、国の登録有形文化財として登録されている。両愛川橋という名の由来は、日本の谷川の、 合流点にかかるからとも、川の両岸の集落が出会う場所にかかるからとも言われる。第9回、美しい日本の村景観コンテストで、村づくり対策推進本部長を受賞しており、橋の両側の斜面に広がる棚田は、日本の棚田百選に選定されている。橋詰水路橋は、駅立川水系港並川にかかる、小規模な石像単アーチ道路橋兼水路橋である。 1998年、平成10年1月16日に、国の登録有形文化財として登録されている。江戸時代末期に道路橋として架けられ、明治に入って水路が付加されたと言われる。現在でも歩道として用いられるとともに、水路橋としても、周囲の3.8ヘクタールの水田を考えしている。 側面に自然石が使用されている素朴内石橋で、周囲の自然に溶け込んでいる。高岩橋は、駅立川水系エラ川に架か,かる石像単アーチ橋で、ある。2001年、平成13年11月20日に、国の登録有形文化財として登録されている。主構造は、左右非対称の血縁アーチで、院内町で最も長い景観、スパンを有する。 大規模で非対称な単アーチが、側面の端正な霧石の平積もると、相まって、現代的な印象を与える石橋である。橋の下流には、この橋が架けられるまで使用されていた木橋の、柱穴の跡が残っている。もずく橋、すのり橋は、駅立川水系エラ川に架か,かる石像二連アーチ橋で、ある。2001年、平成13年11月20日に、 国の登録有形文化財として登録されている。院内町で2番目に高い石橋である。一見すると、単アーチ橋にも見えるが、左岸側に小さなアーチを持つ、非対称な二輪アーチ橋である。串の橋は、駅立川水系エラ側に架か,かる石像単アーチ橋である。2001年、平成13年11月20日に、 国の登録有形文化財として登録されている。国道387号の旧道に架かる橋で、必修正大演習場に向かう軍の車両が、通行できるように石橋に架け替えられたと言われる。中島橋は、駅立川水系院内側に架かる石像、タンアーチ橋である。2001年、平成13年11月20日に、国の登録有形文化財として登録されている。 院内側がエラ側に合流する地点に架けられた橋で、側面は、のずらい質みとされている。念仏橋は、駅立川水系水系、田所川に架かる、小規模な石像単アーチ橋である。2001年、平成13年11月20日に、国の登録有形文化財として登録されている。恩賢徳王子への賛同に架か,かることから、念仏橋という名がついたと言われる。 鳥居橋は、駅立川水系エラ川に架かる石像五連アーチ橋で、ある。1992年、平成4年3月27日に、大分県の有形文化財に指定されている。エラ川の最も下流に位置する石橋で、橋脚が細長くすらりとした様子から、石橋の貴婦人とも呼ばれる。五連アーチは、それぞれの位置の地盤や水流に応じて、景観、 スパンや高さがすべて異なっているが、散漫な印象はなく、かえって心地よいリズムを生み出している。夜間はライトアップされている。三ク橋は、駅立川水系エラ川に架か,かる石像三連アーチ橋で、ある。1998年、平成10年3月20日に、大分県の有形文化財に指定されている。院内町で最長の石像アーチ橋で、 アーチ部のくぬぎ川玉木は二重になっている。下流右岸に展望所が設けられており、夜間はライトアップされている。荒瀬橋は、駅立川水系エラ川に架か,かる二連、石像アーチ橋である。1982年、昭和57年3月19日に、宇佐市の有形文化財に指定されている。指定当時は、旧院内町の有形文化財。 水面からの高さが院内町で最も高い石橋で、端正な姿をしている。道の駅院内から徒歩で見学可能な場所にある。夜間はライトアップされている。多額の建設費用を要したため、仮設当時は有料であった。富士見橋は、駅立川水系エラ川に架かる三連、石像アーチ橋である。1982年、 昭和57年3月19日に、宇佐市の有形文化財に指定されている。指定当時は、旧院内町の有形文化財。工事中に崩落したが、松田慎之助が資材を投げ打って建造した。京城から文後富士の別名を持つ絵部だけが眺められる。ことから富士見橋という名が付けられたと言われる。富士橋は、駅立川水系苗側に架か,かる三連、石像アーチ橋である。 1982年、昭和57年3月19日に、宇佐市の有形文化財に指定されている。指定当時は、旧院内町の有形文化財。日出生代に通じる、軍事用道路の一部として建設された。四連石像アーチ橋の写真が発見されており、現在の橋は掛け直されたものと考えられている。夜間は、ライトアップされている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。